はい、トウモツです。前回の続きからやっていきましょう。前回なんかこの神殿の中に入ってなんか雲に襲われてエンドだったんだけど、なんか宝箱がいっぱいあるんでとりあえず開けていきたいんだけど、来てるさ邪魔だな。おお、なんだこれは。ひがみ様の像。オッケー、ナイス。紙ペラ回収しての、こっちはペラペラと普通に紙ペラ埋めるだけか。あれはどうやって取るの？隠しブロックがどっかあるのかな。あれは今現在取れない感じのやつ、取れない感じのヤーツ、取れない感じのヤーツだね。なんかハライチだけど、ハライチみたいになってるけど、取れないヤーツ。左行こうか。うわー、忘れてた。これマリオの顔出せないかな。出せない、微妙に出せないね。あのキノピオもかわいそうだな。前回も言ったけど、今回のボスに関係していると予想、あいつは。はい。え？ DJ が落としてしまった4枚のディスクの1つ。ハートにラブ注入。え、何これ、なんでこんなものがあんの。ラブ注入、久しぶりに聞いたな。ドドスコじゃん。あら、そのキラキラの板何かしら。綺麗。 CD ぐらいは今の子でも知ってるだろう。これ入ってみようか。入る。どこに繋がるの。ん、土管の先が塞がっていて通れない。はあ、じゃああっち側からなんかシールが貼ってある的なやつだな。今回ヤーツすごい言うな俺。じゃあ奥入ってこっか。この階段か、上か、上になるのか。ほ、ちょっと暗くもない。うわー、これ走り抜けていくパティのやつじゃん。絶対倒れてくるよ。倒れ、絶対倒れてくる。あ、倒れない。あ、倒れない。おお、びしょ。おおおお、ちゃんとびっくりしたぞ。ドクってなったよ。引っ張る、引っ張る。よいしょ。一応これで助けられるのか。うわー、そのカメラアングルはさすがにびっくりしたな。よいしょ。心臓バクになったぞ今。絶対これ倒れてくるパティネスだと思ったから。いや、予想外れるとやっぱびっくりするな。鳥肌すごいもん。ちゃんと毛立ってるもん。あ、え、うわー、なんかすっげー、あれじゃん、ハンター試験二次試験のやつじゃんこれ。なんだっけ、名前忘れたわ。あのグルメハンターの2人のやつじゃんこれ。キャー、なんなのこれ。風が来たら飛び降りていくやつじゃんこれ。これはクモの巣か。顔なしたちが捕らえられて動けないようだが、クモの巣、恐ろしい響きの名前。一体どんな怪物かしら。ちょっとこいつもう、あのさ、あざとすぎて腹立ってきたんだけど。でもここからじゃどうにもできなさそうですわ。下からなんとかなるかも。下から、何、炙る。火でも使うか。ここは別に、お、いた、オッケー、ナイス反射神経。よーし。まあ、大体1ターンで倒せるようになってきたから、だいぶ戦闘も楽になってきました。お、ピンポンパンポン。何？バトルお助け機能、パズル正解表示マシーンが完成しました。また行けってことか。前回行ったから、ひなきょうたるのあれ。あ、バトル研究所に行けばいいのね。オッケーオッケー。まあまあまあ、ひなめいたら。覚えてたら。これ叩きの、これうめえの。ちょっともう、もうビビらない。もうビビらないようにする。ちょっと見てるみんなもちょっとあんまりビビらないでね。ほんと困るから、ビビられると。ビビられると困るから。あざーだと思った。お前は無視。できなかった。うお、浮いてるマリオ。よし。カロンは基本倒せないんだよね、多分。よし。あ、倒れたら壊れてくんだ、これ。カロンは、まあ、なんか骨だから、普通のマリオでもそうだけど、完全に破壊しきれないんだよね、多分。あ、入り口見つけた。これ倒れて、おお、びくしゃ。これ俺が走り去っていけばいいのか。わざわざ待つ必要ねえな。あ、また CD 見つけた。え、何？ちょっかい出すなってマジ。よし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 。マージでこいつらちょっかい出し、本当に。好きな子にちょっかい出す男子中学生並みにちょっかい出しだわ、こいつら。ディープバイブス。沈め、音の深海へ。何？かっこよくね？沈め、音の深海へ。必殺技言う前の上等句みたいな感じになってる。何これ？これさっきの蜘蛛の巣と関係ある？わかんねえな。押してみる。お？え？何が起きた今。わからん。とりあえずこれ叩く。おお、復活した。大丈夫か。これ叩いていけばいいの、とりあえず全部。はいはい。なんかでもこれ押すとこ決まってそうだな。ここを押せみたいなさ、決まってるパーティーに寝てるんで多分。お？あ、ダメだった。はあ、とりあえずキノピオは助けて、なんかどっかにヒントがあるんだろうな多分。
星を探せ。星型になんかすんのか。ここじゃねえか。あー、叩けてない。なんか地面がもうすでに星型っぽくなってるよね。ここと、ここ。ん？あ、この中継地点も押さなきゃいけないのか。はい、こうだ。これで星でしょ。はい、名推理、令和の名探偵。これで階段ができんのね。なるほどね。どんどん登っていこう。どんどん防虫、どんどん防虫。あー、これ読んだ、もう。はいはい、壺割ってく。壺割るってさ、あれだよね。ドラクエと、あと、リンクも壺割ってったよねっていう、しょうもない言い訳をしようとしたら、なんか言ったな。後ろからマリコをしな、あ、ちょっと待て。後ろからマリコしたかったな。ボディテックだ。何？あ、何？戦いなの。ボディチェックって戦いなの。大丈夫かな？ボディチェックの。ボディチェックの兵をボコボコにしたけど大丈夫かな？ファイヤーハンマー持ってたな。あ、ダメなの？今ファイヤーハンマーでとどめさせたんだけど。え、ダメなのかな？何ボディチェックって。そもそもこんな神殿にボディチェックはいるっぽいとこだった。ここ何これ。あの、やりやりヒューホテルと同じ感じのクラブになってる。うわー、楽しい音楽。なんでこんな神殿にさ、こんなことになってんの。なんでしょう、腰が勝手に動いちゃいますわ。腰振りダンス、TikTok。それにしてもすごいな、この部屋は。ミラーボールもある。天井の玉が光り輝いて、まるで異世界のようだ。あの玉の中には、一体何が入っているんだろう。キノピオの顔とか。あ、紙テープもありましたわよ。あの扉の中に続いているみたい。あー、あっちね。っていうかさ、あの DJ、ん？違う。違う。あの DJ 完全に紙のキノピオだったよね。この曲違う。こんなんじゃ驚き全然しねえし。おい DJ、もっと踊れるノリノリの曲をかけろよ。あ、扉の奥に何かいるのか。おらおら、早くしねえとおめえの顔にも穴開けちゃうぞ。やっぱボスっぽいな、こいつが。ホッチキスかな。すいません、すいません。それだけはご勘弁を。あ、なんか落とされてるのか。すぐに違う曲を用意します。少々お待ちください。脅されてるのね、あのキノピオは。把握。マリオさん、助けてください。扉の向こうにいる方が気に入るノリノリの曲をプレイしないと、私の顔にも穴が開いてしまいます。え？それは大変。顔なしになったら、もうその色眼鏡もかけられなくなっちゃいますわ。でも、さっきの音楽も、とってもノリノリで、私はいいと思ったけど。いえいえ、あのお方は音楽の好みがすごくうるさくて、私のプレイする曲はノリが合わないらしく、部屋から出てくれないんです。俺もそんなクラブの音楽とか知らないぞ。実は、ここに来る途中、遺跡の中にサウンドディスクを落としてしまいまして、あの中には、きっと気に入ってくれる曲があると思うんです。てか、この中に来る途中って、砂の中に埋まってたのに、どうやって来たのお前。何砂ざらし、お前。私はここで時間を稼ぎます。落とした4枚のディスクを探して持ってきてください。4枚か。むむ。あの扉の中の誰かが、キノピオさんを顔なしに。なんとか、ん？誰が喋ってんのこれ。代わりに戻してもらわなくちゃ。でも、気に入るノリノリの曲って一体どんなのかしら。今何枚持ってた？2枚か。ハッピーラブとディープバイブス。あと2枚ね。話しかけてみようか。早く踊れるノリノリの曲をかけろ。顔に穴を開けちゃうぞ。なんかすげえ優しめの悪役みたいな。顔に穴を開けちゃうぞ。でセーブしよっか。あら、いなく、あー、おーおーおお、なんか回してんな。ここ、あ、ここがさっきのあれか、反対側か。よいしょ。よいしょと。開けて、の、階段降りる前に右側行こうか。穴開いてる、ここも。なんでこんな、古代ギリシアとかなんかエジプト文明とかのあの、奴隷の壁画に描かれてるこのぐるぐる回すやつな。とりあえず下降りよっか。この人力ってマジで全く意味ないと思うけど、なんかいっぱい降りてきた。踊らせろ。よっしゃ、踊らせろ舞台撃破と。下降りてみよっか。踊らせろってマジもなんかとりあえず踊りたい TikTok の JK みたいな感じになってるけど、これどこ？今どこ俺？あ、ここか。あー、なんだこの棺は。何の形、おお、何の形だこれは。月とかズボンとか、神経衰弱？
何これ叩けばいい。神経衰弱ではね、押す。押せない。マリオくん一人の力ではびくともしないな。なんだと。ちょっと誰かいないの。お前も押せよ。何これ。あ、これ CD か。この上乗ってみよう。あれ乗れない？乗れた。これは何の CD？ ボルテージマックス。わー、何？なんか、バイブスぶち上げの曲だ、これ。高速で駆け抜けろ。てん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 みたいな、なんかスターの曲かな。ボルテージマックスって。高速で駆け抜けろってことは。この音楽はなんかマリオ関係の曲になってたりするのかな？関係ないのかな？てか、なんか今裏に部屋あったね。あの部屋はどうやって入ろうか。調べる。調べるって出た今。あれ？調べる。見たまえ。床に何か引きずった跡のようなものがあるな。何か引きずった跡。こうか。ウェーイ、回転扉。こうなってたのね、もともと。なんだ、この文字は。太陽から左に3、上に1で眠る月。10の力で押すとき、目覚める。太陽から左に3。は？ 10 の力、太陽から左に3でしょ？これ俺太陽でしょ？ 1、2、3の1、これでしょ？これを10の力で押す。十字の方向ってこと？こっから。関係ないか。十字ってことではない。はいはい、ゲットゲットゲット。てか、マリオのやってること普通に墓荒らしだよな、これ。シンプルな墓荒らしなんだよな。大丈夫かな？なんか古代の文明の人たちに怒られないかな？まあもう生きてないからいいけど。まあ今放置か、多分このな、このここは。うわー、また怖いよこれ。みんな気をつけて。またなんか来るよ、どうせ。気をつけて。俺もうちょっと薄めでいくよ。薄めでいくからね。薄めでいくからね。薄めでいくよ。薄めでいったけど何もなかった。おーおー、バカ野郎。ふざけんな。今スカッという音が聞こえたような気がするが、気のせいか。この野郎、お前、俺が叩いてやる。お、神の手。なんで引き寄せる。あ、これだけ。スリリングナイト、これだけのために使うの、神の手。なんかスプーン拾って巨人化しちゃったエレンみたいじゃん。サウンドデスク見つかりましたか。はい、これと、え、これいちいち、あ、そういうことか。吟味しなきゃいけないのか。ガチガチのクラブの曲っぽい、なんかスリリングナイト。あ、ちょっと出てきた。ノリノリ。あ、これで合ってたの。やべ、超ノリノリじゃん。欲しかったのはこのノリだぜ。ナイス DJ。 他の曲も聴きたかったけどな。あれ、ちょ待てよ、中にいるのキムタクかもしかして。はあ、こんだけノリノリの曲なのにフロアに誰もいねえじゃん。なんでこんな冷え切ってんの。意味わかんねえ。若いなこいつ、ボスにしては。フロアは超満員でアゲアゲにならないと俺っち驚きになれねえぜ。順番があるのか。ほっ、とりあえず曲には満足してもらいました。あとはフロアを超満員ですか。どうしよう。そうだ、顔なしキノピオたちにフロアで踊ってもらいましょう。顔に穴開けられた挙句踊らされるっていう。このディスクをセットしたポータブルプレイヤーがあれば顔なしたちを引き寄せられます。あ、連れてくるのか。40人クラス。クラス1人分ぐらいあるじゃん。さあ、じゃあ次回は1クラス作ります。